様々なお互いのね。名前を書いていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、まずはちょっとカノさんから聞きましょうか。はい、入江喜は先生ということではい、あのー。マイク,マイク <laughs> ごめんなさい。マ,マイクリップとマイクすいません。はい、失礼しました。はい、あの私、今回初めて入江さんにお目にかかる機会をいただきましてで、原作コミックにもあの。 バレエダンサーのシルビー・ギエムのくだりが出てくるんですけれどで私もシルビー・ギエムの来日公演を見,見に行っていたんですが10年以上前15年とか前の時に<ー>っ行っていたんですけど入江紀和先生もその公演にいらしていたそうでこれは何というかあの15年経ってこういう形でご一緒さ,させていただけるというのは何か運命を感じて。 あのー、はい、入江清先生と書かせていただきました。えー、はい、実際にお会いになってそのお話をされたわけですか？そうなんです。コミックでシルビーゲームが出てきますね。というようなお話をさせていただいたら、あのー、私は本当にバレエに縁のない人間なんですけれども、やっぱりそのシルビーゲームはあの人に勧められて見ておいた方がいいという風に言われて。あのー？ はいチケット買って行ったんですけれどでも本当にバレエってやっぱりクラシックなもの「白鳥の湖」とか「くるみある人形」とかありますけどあのそれとはまた違ってこう手を動かすだけでこんなに人を感動させられるのかっていうような究極の,こうあのバレエダンサーで入で江先生ともひとしきりそのバレエのゲームの話で盛り上がってそういうふうにまあ今はもう引退されていらっしゃいますのであの当時のことを。 ええー、実はそうだったんですね、なんて言いながら、あのお話できたのが運命を感じました。ええ、先生とも赤い糸でつながってますね,すね。本当におっしゃる通りです。<ー>はい。そして、その菅野さんのお名前を書かれたのが吉瀬さんですか。あら、あら、はい、私、菅野さんと実は三作目で、それで。 姉妹役ということで、血がつながってる、はい、<laughs> もう赤い糸ですよね。<laughs> 確かに三回一緒になる方ってなかなかやっぱりあんまりないですよね。よね私だから今回あの皆さん初めての方初共演させていただく方ばかりなので、あの吉瀬さんが現場にいらっしゃるとすごいほっとします。はい吉瀬さんにとってその赤い糸の結ばれている先の菅野さんどんな存在ですか。いやもう本当に座長として素晴らしく、うん、もうリラックスして。 私の緊張を解いてくれくださるというか、はい、本当にやりやすい環境を作ってくださります明るいですし本当にあのほっとしてます、うん、はい、ありがとうございます入りになる妹さんになりますね、はい、そしてお互いの名前を書いてらっしゃる方がいらっしゃるんですよね、はい、鈴鹿氏相愛 <laughs> といいます鈴鹿さんからお聞きしましょうかはい。はいあのー 何、はいえっと、て言うんだろう松岡さんと今回こう2度目の共演なんですけどもあの僕のデビュー作の映画がありましてそれが2019年の10月4日公開だったんですけど今回この作品でまあそれ以来で松岡さんとお会いするのもこ,うこの作品で初めてこう向き合うというかシーンを撮った日が10月4日が。 お久しぶりですってなってあこれはなんかご縁ですねっていうのを思ったので書かせていただきました本当につながりを感じますねそれはそして松岡さんも鈴鹿さんと書かれているわけなんですが松岡さんその思いを聞かせてくださいあの同じくなんですけれども映画が19年の10月4日に公開になってから やっぱ宣伝期間を終えるとめっきり会わなくなってしまってでお仕事先でも会うことが今までなくて4年ぶりの再会が10月4日だったのでなんだかそれを教えてくれたのは鈴鹿さんだったんですけど「今日なんですよ」って言われて「えそれは素敵だね」とあれはデビュー作でしたのであのとてもピュアに純真で挑んで。 くださっていた作品で、今回久しぶりにご一緒したら、ちょっとその影のあるリックんを。ミステリアスに演じてらっしゃって、二十四歳に。二十三歳になって、なんか今回は大人の男を演じている鈴鹿さんと。楽しくお芝居ができればと思ってます。うんね、大きな成長も感じられたわけですね。はい、ありがとうございます。そして、あの、ちょっと私にはわからない。 チャーリーリごめんなさいなんかすごく何を書いていいかわからなくてあのチャーリーというのは昔飼っていた愛犬なんですけれども,あのもう出会った時に。 君しかいないっていうふうにこんなふうに思える存在がいるんだって思ったのがあのチャーリーだったんですけどそれ以降そういう夢の赤い糸を感じられてないのであのそういう出会いを待っていますっていう心で書きましたすいませんみんなが真面目に答えてる中でごめんなさいすいません素敵だと思いますよ出会いがあるといいと思いますそして子供という田中さんそちらも気になりますはいあのすいません生々しい答えであのまあ普通なら奥さんって書くんでしょうけど まあそれもひっくるめてどう考えても子供ちょっとバカなこと言ってるなと思ってください、あのまあ、初めての子供なんであの自分に似たとことかあるんですよね、部位、はい、とか花、うん、とかそれがすっげえ嬉しくて <laughs> あの運命だなって、まあ、当たり前のことですけどはい <laughs> すみません。